今週木曜日1月23日に告示され2月9日に投開票が行われる東京都知事選挙に注目が集まっています。うん、さっきのニュースもありました、ね。さっきのスもありましたですよ。松田さんの今、ねえ、活発な動きといいますか、はい、もう一つこれやるんだぞという動きがありましたね。まあ、あの、でもね、うん、言うてもと都知事選はね、うん、一個の都の話やから、うん、関係ないやん、うん、東海地方には。うん、というようなご意見もちらほら、 あったりなんかするんですけれども。うん、でもちょっとこれ東京都に関しては、うん、他のいろんな都道府県とは違う、都道府県とか入ってますけど、うん、都道府県とは違うなーいう部分もありますよ、ね。うん、まあまあ、まず日本の首都であるいうのもありますし、うん、その規模がね、うん かなり大きい。大きいし、影響力も、だから高いというところから。あるんですよね。あの、たと雪が降ったりする、うん、東京は雪ですねっていうニュースやった時も関係ねえやと思われる方も多いと思いますが、この間の有楽町のところの火事が起こっただけで、はい、もう日本の大動脈止まりましたからね。そうですね。だからあの火事の動向というのはも,ものすごく気になるわけですよね。うん、お、ど、うあ、収まったんかと。<の>とね、今大動脈って言いましたが、だかさほらし、心臓のそばだったりすると、うん、そこ、あの、足首の辺の血管がえらい、遠いとか,か関係ないやって、うん <laughs>、あそこの血管止まる 大というようなね、はい、話ですもんね。あの、なんだかんだ、やっぱり東京いうところはね、はい、あの、地方にもいろんな影響がやっぱあると、僕らは思いますけど、ねね、だから、やっぱ、あの、関係ないや、ってことでは済まされない。ちょっと、あの、全国的に私たちも注目しなければいけないのが、今度の東京都知事選ということなんですね。うんうん、えー、ですので今日は、そんな中でも、じゃあ、その、そんなすごいすごいって東京ってどんなとこなのという東京都について、うん。調べてみました。はい。うん、改めて。うん はい。歴史でたどってみましょう。東京都の歴史。えー、東京という名前が出てくるのは、1868年です。うん、それまでは江戸でしたよね。うん、慶応4年ですが。ここ、1868年に東京になります。東京府。あの、京都府の府の府。大阪府の府。うん、東京府です、最初は。これね、はい、一説によりますとね、うん、これをね、統計と呼んでいた。そうか、ん、東京統計というね、時計ね。統計。 ような記述もある。あの、なんか僕も見たことあります。はい、でも、いつしか東京になりましたけれどもね、もね当時は統計言うてた人もいるかもしれませんね。はい、はい。で、1871年に廃藩地県がありましたが、うんまあ これは東京の場合は東京府はその名前そのままで、うん、えー、廃廃地県はやり過ごします。うん、はい。で、1878年、明治11年に伊豆七島が、うんえー、東京府に移されます。静岡県から移されますね。うん、で、80年には、えー、小笠原諸島が内務省から東京府に移されます。だんだん大きくなってきますよ。 うん、伊豆市となんか、静岡の方が似合いそうですけどもね、うん、伊豆ですからね。ですね、東京、はい。はい。はい、そして明治22年、1889年に東京市に名前が変わります。東京府から、東京市、はい、市長その市ですよ、はい、東京市。その頃はね、えー、区はね、15区。 うん、でした。<相>うん、で、1893年、明治26年に三玉地域が東京,、えー、東京に移されますね。うん、はい。そして、だいたいまあ、この辺りまでが、まあ、まあ、今の原型みたいなところの誕生はこの辺りかな。うんうん、で、その後、えー、1932年、昭和7年には、えー、他のいろんな隣り合わせの地域を合併して、ニューヨークに次ぐ世界第2位の 都市になりましたすごい、はい、人口497万人だって、うん、すごい人数ですね、うんうん、で1943年昭和16年に東京都になります昭和になってからかそうなんですね、うんえー、東京都になってからはだから意外に短い感じもしますねそして、えー、関東大震災昭和の戦争などを乗り越えてその頃ろずいぶん ね板で負いました、焼け野原になったりなんかもしましたけれども、復興してきました。はい。8年後には現在、オリンピックを控えているというのは東京でございます。現在の東京、面積は、え百2188.67平方キロメートル。大きい町ですからって言いますけど、面積はちっちゃい。日本の都道府県の中で45万目ということです。45番目か。ビリから2番目っいうことですか。あ、3番目か。3番目っいうことですね。 ちなみに一番ちっちゃい面積でね、うん、一番ちっちゃいのは、えー、香川。香川ちっちゃいの、うん、<ー>で、その次は大阪。大阪か、うん。そして東京というちっちゃい順ですね、これはね。<ー>はい、大きいばっかりが。 面積でいうと、あ<ん>まあ地図で見ると確かになと思いますけれどもね。<ー>でもそんな面積ちっちゃいな、狭いなと言ってますけれども、はい、人口はおよそ、えっ、ー、とね、平成25年8月時点で1322万2760人、<ー>1300万人都はい。うん。すごい。これよりも人口少ない国って世界にいっぱいありますからね。ああ、ねはい、そういう意味では大きいですね。<ー>はい。現在は23区。 ね。そして、え、市は26個あります。町が5つ、村が8。はい。これ平成25年1月現在です。はい。あの、八丈島とかね、大島、宮城島なんて離島も含みますね。ありますね。はい。東京都の一般会計、6兆6600億円。東京都ですよ。2014年度の予算案です。特別会計まで含めると13兆円を超えますから、さっき、あの、人口も国にちょっと例えましたけれども、え、こういった、 一般会計国家予算もスウェーデンとかインドネシアの国家予算にその一,一国のね、うん、なんか代表みたいな形の規模のものを経済的に抑えてるということですねですだから大きいんです、うんはい、2010年の内閣府の資料で世界各国と日本の都道府県を比べた GDP 国内総生産ですね、うん、これ見ますと、うん、東京都は14位と なっていますメキシコ、韓国、オランダと続きますから、そこよりも、はい、えー、上ということになりますわね。韓国より上か。そういうことです。<ー>国内創生産。ちなみに愛知県は27位ということですけどね。<ー>はい、すごいもんやね。うん。愛知県もね。愛知県も結構ですよ。大阪が25位,か、はい位。はい。<ー>2010年の資料です。ああ、やっぱ、すごいわ。はい。はい ええー、まあ、こういったところの数値を見ても、やっぱりこうね、あの、まあ、言うても一都市案ということでは語れない部分っていうのがね、わかりますね。はい。えー、まあ、日本は今、地方分権が進められておりますので、うん、あの、国があって、その下に都道府県があるっていう考え方ではなく、これ中央集権的な考え方ですけど、そういう考え方ではなく、地方分権ですから、国と都道府県は対等な関係ですよと、うん そういう位置づけですね。そういう関係上、そんな、その国と都道府県という関係でいくと、その都道府県の一番まあ大きいと言える地域、地方である東京の都知事と国との付き合い方っていうのは、うん、他の道府県にとっても随分と影響力があると。うん、なるほど。 いうことで東京はどうするのかなっていうのは<ー>その他の地域としてしっかりと見ていかないといけないと東京には原発はないですけれども、はい、今回の都知事選の一つの公約みたいな中に、うんはい、争点の中に原発といのがね、はい、入ってきたりするっていうのはやっぱりそういう国と対等の立場であるならば、はい、国の行政の原発行政に対して、はい、東京都としてはどういうかそう 株主でもあるし、はい、東京電力のね、うんえー、3番目か4番目ぐらいの株主であるし、はい、大消費地であるし、はい、ね、そんなようなことも含めるとやっぱりいろんな国に関することも 言わざるを得んかもわかりませんね、はい。で、あの、個人にかかってくる影響力みたいなものでいくとね、こういう考え方もあるんです。ちなみにね、まあ、あの、今回、都知事を決めるって、そういった大規模な都市のトップ、知事を決める、うん、誰になるかってことなんですけど、うん、ちなみに、国のトップ、総理大臣と知事の違いは何かと言いますと、うんうんうん ま、どっちも行政のトップなんですけれども、うん、総理大臣は国会議員の中から選ばれて国会が指名しますよね。うん、で、知事は、今度は選挙がありますけど、都道府県民が直接私たちが投票して決めるんです。アメリカの大統領みたいなもんね。はい。うん、あの、一票が直接関わってくるということですね。そ,そ,それから、総理大臣は政府の判断を閣議で決めなければいけないですね。うん、でも、知事は、うん、あの、ある程度、うん、その、まあ、都道府県だけに留まるものです。 けれども、うん、そのの都道府県のおですからね、うん、だけど、単独で自分で、他に測らなくても、うん、自分でこうって決めることができることが結構多いんです、うん、あの直接指揮できるっていう点では、総理大臣よりも、うん、権限力があると言っても、そういう意味ではあるという、うん、だその人の資質で、うん、バーンと直接。 決まってくるんですよ。まあ全部と言います、うん、これも大統領、アメリカの大統領にも似てますよね、なんかね。はい。はい、ということを鑑みると、さっき言ってた、その東京都ってすごい影響力があるんだよ。規模もすごく大きいんだよ。うん、その、えっと、トップを決める、その人が、うん、その場所を直接左右する部分って非常に大きいんだよ。で、それが、うん、他の地域にもかなり影響を及ぼすんだよっていう、 重要な都知事選ということが改めてこうやって見てみると分かってきますよね東京明治維新からね東京に決まるか、はい、どこに首都を持ってこようかってい、ね、う時にね大阪京都説もあったんですけれども、はい、東京かというほとんど90何まで関西大阪か京都あたりを首都にしようというふうな。 話があった、うん、そこに一通の投げ文みが投げ込まれて井上薫だったか、えー、なんかがそれを受け取ってですね、はい、いなんやろ、うん、投げ文みにろくなもんはないだろうと思ってそれを開けてみたら江戸を首都に定めるべきではないだろうかというような投げ文みがあって、うん、で明治になってからいやあの時の投げ文みがなければわしは首都は 大阪が京都にしておったんだけどな。あの投げ文が大きく日本を変えたな。うん、あの投げ文さえなければという話をした時に、<laughs> うん、そこにおった一人の男がすくっと立って、はい、実はそれは私がやりましたという人がいたわけです、はい、それが前島ひそかという郵便の父一<ー>円切手のおっさんやったという。おっさんやおっさんや。<laughs> 郵便の父を一番安い一円切手にするにはどういうこっちゃと思うんですけど値段じゃないいからあそういうことかいうようなことも東京成立の時にはね何、うん、か歴史的な物語としてございました。